S2000 外装を見ていきます。まずはフロントバンパーからですね、右前モデュロのフロントリップスポイラー装着されていて、特に目立つような大きな傷というのは見当たらないですね。こんな感じで、まあ、ちっちゃい飛び石傷みたいのはありますけれども、まあ、綺麗ですね。こんな感じです。で、左のリップ周りもこんな感じで綺麗な状態ですね。で、ヘッドライトはですね、結構クリアな状態になってます。で、ボンネットはへこみは見当たらないですね。ただ若干ちょっとこう色褪せがしてきてるかなといった感じですかね。目立つような傷は特に見当たらないです。まあ、ここの飛び石傷ぐらいですかね。で、左のフロントフェンダーですね、特に気になるような、傷は見当たらないかなといった感じです。こんな感じですね。で、オプションの BBS のホイールが入ってますね。タイヤは、溝の方はね、まだかなり、残ってますね。ドアミラーは綺麗な感じです。で、助手席側のドア、こちらも綺麗ですね。こんな感じで、サイドステップ周りも、まあ、特に気になるような傷もなくといった感じです。で、左リアの、フェンダーです。こちらもね、ツヤがあってとても綺麗ですね。で、左側面のへこみですけども、あ、ここちょっとエクボのへこみが1箇所ありますね。動画だとわからないかな。リアフェンダーは特に見当たらないですかね。はい。で、左リアのホイールですね。まあ、ガリ傷もなく綺麗な感じかなと。で、リアタイヤも溝の方はまだ結構残ってますね。続いて、リアバンパーです。もうちょっと傷がありますね。ここ以外は特に、あ、あった、ここですね。で、トランク、まあ、傷へこみ、あと色あせなんかも見当たらないですね。綺麗な感じです。続いて右側面見ていきます。右フロントのフェン、あ、右リアのフェンダーですね。綺麗な状態です。特に気になる傷は見当たらないですね。で、右リアの、ホイールです。こちらもガリ傷らしいガリ傷は特になくといった感じで、運転席ドアですね、もうちょっとへこみがありますね。こんな感じになっております。特に気になる傷は見当たらないかな。これはちょっと薄い線傷があるかなと。で、フロントフェンダー、ここちょっと傷とへこみが若干ありますね。こんな感じになっております。まあ、そこまで大きく目立つような、傷は見当たらないですね。で、ドアのへこみは、あとここもちょっとエクボ程度ですけども、へこみがありますね。
で、ドアミラーは綺麗な感じで、ちょっと傷があります。で、ホロはですね、前期のビニールスクリーンのままですね、ちょっとこう汚れも出てきてますけども、このビニールの部分はとてもクリアな状態です。こんな感じで、まあ特にホロ自体は、切れ破れなどは見当たらないですね。まあただある程度使ってきたかなっていう感じはします。はい、以上 S2000 の外装でした。